はい、ですね、山口敏太の部屋パート3ということで、ということで、くるくるみろくる探偵団の久しぶりです。スピンオフ企画ということですね。はい、いつも撮ってもほとんど撮影できないような映像になってしまうあの桜井聖羅ちゃんの、はい、霊能力のせいで、機械にハレーションが起こってしまうということなんですけど、どうなったんでしたっけ、前回は。前回ですね、あの、下砂カメラ法華経寺というところで、うん、あの、うちの管理部の近くでカメラを回したんですけど、うん、本堂の裏に竜が飛んでると、はい、いうことをセイラちゃんが言い始めた途端にカメラがおかしくなりまして、ほとんど勝手にこうズームしたり、勝手に引いたりですね。え、あれ撮ってる間は何もなかったんですか？分かんなかったんです。後で見るとこう寄ったり引いたりね。その時は本当普通だったんですね。普通だった。撮ってる時は分からない。そうそう、竜はね、やたらとこう鳥の、あの、そこもアップで撮ったりね、うん、引きの絵が好きだったりする竜神さんだったんですね。とんでもない下手な竜神さんだなと僕は思った。不思議でした、あれは。まあそれもいつかあのお見せする機会あると思うんですけども。セイラちゃん、最近はどうなんですか？はい、不思議な夢とか不思議な出来事とかそういうのありますか？あるんですよ。それがですね、はい、最近ではなくて、はい、4年前なんですけれど。4年前、はい、はい。これを思い出すにはちょっときっかけがあったんですが。あ、きっかけですか。まあ、最初のところから話をしますと、はい、4年前に見た夢というのが、私がこう学校にいる夢なんですね。どうやら授業が終わって、放課後か昼休みかわからないんですけど、日本の学校だと思ったら、そこのこうフロア、ロビーのところが皆さん、あの、外人の方が多くて、ほうほう、あれと思って、もしかして外国の学校かなと思ったんですよ。あ、海外のね。はい、で、なんかこうみんなが集まるようなところだったんですね、そこが。そう、テレビがあって、あ、みんなが集まってて、またスポーツとか、どうせみんなスポーツのなんか試合を見てるんだろうなと。サッカーとかね、はい、わーわー言ってんだろうと。海外といえばね、いろいろスポーツ、ランチ食ってね、熱心じゃないですか。ハンバーガー食っちゃって、そうガッデムとか言ってる思ったら、で、私は別に外行こうとしたら、セイラちゃんで、なんかセイラみたいに呼び止められて、ちょっと早く見ていいからって言われて、で、何って言って、その画面をこう見たら、画面に映っていたのは、はい、スポーツではなくて、はい、日本に核が落ちたっていう映像だったんですよ。それはでも怖い映像ですね。それで、それをこうちょうど明け方に見て、はって目覚めて、すごい怖い夢見たと思ってパパに言ったんですよ。お父さんに、パパ、こんな夢を見たんだよって言って、でもまさかそんなことないよね、しかももう、あの、セイラは海外に学校の勉強なんてね、海外に行くことないんだし、そうだね、まあ、もうね、大学生だからね、そうそう、もう大丈夫だよね、夢だよねって言っていたんですよ。はい、で、そしたら今年の初めになって、はい、私が来年からオーストラリアに行くという話が出てきた時に、ええ、あれってちょっと思い出して、いろいろ作業をこういろいろ準備をしていると、だんだん思い出してきて、その夢を、あれ、もしかして、あれって、もしかして、まさかねと思ったら、今の現状、北朝鮮がね、はい、あの、韓国の島にこう砲撃をしている状態だもんね。そうなんですよ。だから、まあ、昔は、まあ、ね、見たときは、まあ、こんなことはまあないだろうと、自分が留学して留学先で日本がね、攻撃を受けてるなんてことはないだろうと思っていたんだけど、はい、来年から留学という話が出てきてしまったから、はい、実は近いうちあるんじゃないかと。そうなんです。これは外れてほしいぐらい怖い夢ですね。そうなんです。しかもその4年前に見たとき、北朝鮮が日本に落としたっていう夢だったんですよ。そういうニュースのアナウンスは、そう、もう中継っていうんですか、あの、映像がもうボロボロになっている、現地がボロボロになっている映像がこう、放送されているみたいな。どのあたりに落ちたんですか？あ、わからないんですよね。東京とか、とにかくもうぐしゃぐしゃになっていたから。どこか、わからないです。町の名前わからない。はい、それはでもちょっと、100% 否定したい気持ちだけど、今の北朝鮮の動きから見ると全くの夢だとは言い切れないところもあるよね。そうだから最近になってその夢がすごく思い出して、でもうこの夢を阻止するためには留学しないでくださいそうですね、そういうことしなければ全てがね。それか、先生、
UFO を呼んでください。え、なんで俺が UFO 呼ぶの？UFO でこう、ちょっとこう、向こうの偉い人をちょっと連れ去ってもらうっていう。ああ、拉致には拉致で対抗する。ちょっとギリギリのラインですよ、先生、それは。ね、危ない危ない。グレーに協力してもらってね。はい、あの、それでところで、あの、はい、やっぱりその海外留学っていうのはどういうことをメインに勉強してくるんですか？メインはあのやはり競馬の勉強を、はい、競馬の勉強さらにしたいなと思いまして、はい、馬のことをもっと勉強しようと馬のこと決め、はい、あの馬の解剖学だったり解剖学、ね、病気の病名だったり、うん、部位だったり全部いろいろと覚え、うん、なんと私が、うん、ゲートに出たり、うん、調教するんですよ。すごい。じゃあ、セイラちゃんが調教した馬が、はい、どっかのレースで走るわけですね。もしかしたらあるかもしれない。惨敗したら大変ですね。ですね。ちゃんと優勝してくれるとね。あの、でも、どこの国に行かれるんですか？オーストラリアです。オーストラリア。はい。それで、学校が、そういう学校があるのかな？あります。あの、専門学校で、うん、職業専門学校なんです。はい。で、国立の学校でそちらの方に。なるほど、はい、そこで勉強してる人は騎手になったり競馬関係者になったり、そうですね、あの、まあ、いろんな競馬関連の職業の人たちが多いわけです。調教師さんになったり厩務員さんになったり、うん、そういったの専門の学校なんですよ、はい、でもそこを勉強して卒業したら、うん、その馬の病気とかね、はい、あのこの毛並みとか体の色とか見て、うん、目の色が悪いから、はい、この子はこういう病気だからレース負けますよとか、うんうん、あ、体調悪そうですよって、うん、なんかこの生物学的に判断できそうですね。そうです、なのでパドック予想ができるようになるなっていうのも、うんうん、あ、そうか、いいですよね。あの必ずなんかね、60ぐらいのじいさんがね、俺は馬の毛並みを見ただけでわかるとか言ってね、偉そうなこと言ってますけど、あんなの単なる勘ですからね。やっぱりその科学的データの裏付けがないとね。そうです、何かそういうバックグラウンドというか、うん、バックがこうちゃんとあれば説得力もあるじゃないですか。なるほど。だから私ももっと勉強したいなと、分からないことがいっぱいあるので、さらにちょっとしっかり勉強して言えるようになりたいなと、それが再来年から授業が始まる。そうですね、で来年は何を勉強するんですか？あの主に通訳だったり英語の勉強、うん、しっかりとしてから学校に入ろうと。もう学校の試験受かって入れるんですけど、来年からすぐ、はい、うんうん、怖いので、うん、あの皆さん現地の人しかいないので、はい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 、私はちょっとね、そうですね、そうちょっとオーストラリアの雰囲気になれる石橋を叩いて、もっとさらに、だって英語かなり得意だもんね。いや怪しげですけどね。だってかなり確か得点は高いですよ。ありますけど、喋るとはまた別では難しいなと思います。そういうもんなのかな、やっぱネイティブに喋るっていうのは難しいとか、うん、はい、じゃあ1年からまた英語の勉強して、はい、で、再来年からその競馬の専門学校に入って、はい、それでまあその専門の地域を身につけて帰ってくると、はい、だからこれからはあれですか、じゃあ外国の競馬関係者、外国人の騎手とか、はい、あの馬主さんと通訳をして、ね、日本のマスコミのインタビューに答えたり、そうですね、あとはこう、うん、うまくもっと日本とこう海外の競馬をこう橋渡しじゃないですけれ ど、 いい、ね、なんかそういう役割ができるようになれたなと思って、なんと、うん、先週あの、はい、あったジャパンカップ、はい、ジャパンカップ、はい、はい、ジャパンカップでですね、はい、あのダンディーノという馬が、うんうん、出たんですけど、イギリスの馬で、はい、そこの調教師さんに、はい、インタビューをさせていただいて、なるほど、そういう仕事がね今後増えてきますよね、はい、なのでそういうことをもっとしていきたいなと思って、うん、なるほど、はい、あと残り時間1分ぐらいなんですが、はい、あと年内とかあの大変告知をぜひお願いします。はい、8日にですね、船橋競馬場でトークイベントがあります、はい、そちらではなんとセイラのサナサナ特製メニューというカレーライスやらあのフルーツポンチやらお手製のおやつやらあるので、うん、ぜひ皆さんトークイベントいらしてください。いいですね、クイーン賞です。そして25日はクリスマスイベントです。あ、それは場所はどこなんですか？そちらは、秋葉原板金屋さんであります。あ、詳しいことはじゃあセイラちゃんのブログを見ていただければ、ね、全部わかる。出てないけどこちらで、あ、まあ、あの検索し適当に検索してください。はい、であとはあれですね、まあ、1年後、まあこう、はい、1年半後ですか、はい、ニュー桜井セイラが帰ってくることを楽しみにしてください、はい、ということですね。であとはあのオーストラリアで UFO を見たらぜひ僕にすぐメールで知らせてください。わかりました、すぐに伝えます。じゃあセイラちゃんでした、お疲れ様です。バイバイ。